2日目10レース特別選抜予選勝ち上がりました南修一選手です。よろしくお願いします。お願いします。本日、レースですね、まずスタートを取りに行って前分けになりましたけども、作戦の方はどういう作戦だったでしょうか。前の方はデバラチの感じです。別線が赤番で上がってきたところ、若干突っ張り気味で小翔選手走ったと思うんですけども、その辺はどういった風に見てついてましたか。そこら辺は優作の判断なんで、追走失敗しないようにと思って心がけてました。で、最終ホームで、かましに行って、できったところ、そこまでできるともうラインで決まるなっていう感覚はありましたでしょうか。多分別線もすごい選手ばっかりなんで、来た時にどうやって対処すべきかなっていうふうに考えてました。でその最後小翔選手を刺しというのは刺したということは、ご自身の足もそれなりに状態はいいですかね。次はですね、3人で勝ち上がってゴールデンレーサー賞になると思うんですけども、またこの後、近畿勢も控えていて、また小翔選手の番手になるんじゃないかなとは思うんですけども、その辺は意気込みいかがでしょうか。まだ次のレースあるのでしっかり応援したいと思います。ちょっと別の話なんですけども、朝ちょっと来た時に山崎選手と成田選手と座ってお話ししているように思えたんですけども、はい、それとはなんか仲がいいんですかね。よくお話しさせていただいてます。なんか練習とかはもうされたりはするんですか。練習も山崎さんとは何回かしたことあると思います。なるほど。成田さんとはもう普通に仲がいいみたいな感じですか、ね、はい、わかりました。では、ゴールデンレーサー賞に向けて意気込みをよろしくお願いいたします。しっかり頑張りたいと思います。